社代表取締役社長マイクロソフト初代会長、米国マイクロソフト本社副社長、元慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授。ビル・ゲイツが最も信頼した日本人の一人、インテル、入ってるというコピーの生みの親でもある。以下混乱を防ぐため、米マイクロソフトをマイクロソフト、マイクロソフト株式会社を MSKK と表記する。 東京都生まれ、東京教育大学附属駒場中学校に落ちて、麻布中学校に入る。麻布学園在学中は文化祭実行委員として学園紛争に神よ。麻布高等学校卒業後、寸大予備校に席を置きつつ、秋葉原のマイコンショップで店員として働く。英語が苦手で、一橋大学などの受験に失敗し、賛同して、 和光大学人間関係学科に進んだが中退。海外留学中は自作のマイコンキットを売り歩いて生活していた。幼少より鉄道ファンであり、鉄道模型を趣味としている。自身のブログでもたびたび鉄道が取り上げられている。2006年2月より特定非営利、活動法人日本鉄道模型の会の会長を務めた。アメリカ合衆国において、 狂気の保存鉄道を支援するために設立された、ナローゲージプリザベーションファンドに対しても25%の筆頭出資者であり、コロラド州、ニューメキシコ州で運行されている、デュランゴシルバートン狂気鉄道及びクンブレストロテックシーニック鉄道の保存活動に関わっている。ありがとうございます。